さあ、動画の広告で、こうね、矢が放たれて、それがプラス20とか、かける2とかのね、枠に入ることで、こう矢の束が太くなってって、敵を倒すみたいなゲームのね、広告があるんですけど、これそれですね。それを再現したゲームらしいと。なんか日本語にも対応してるんで遊んでみよう。あ、これ撃つんだね。矢の数が増えてこれ倒す。矢の頻度なんてあのね、広告にはなかったんじゃないかな。矢の距離。頻度にしてみるか。剣のクールダウンね。剣も震えるんだね。矢の数がいいな。今、食らったのかな？あ、剣の数だ。矢のダメージ。横方向の、いや、剣のダメージ。剣の距離。どんどん剣が強くなっていくね。で、あ、左に進捗もあるけど、めっちゃ長いね。矢の速度、変わんないか。わあ、すごい強いの来たぞ。さっきかわしてもいいのかな。矢の数、矢のダメージ。矢の頻度、矢のダメージ、マイナス2。ああ、これマイナスマンのね。真ん中だけマイナスがないな。あ、37%下がっちゃうのかな？右にしよう。ダメージめっちゃ上がって頻度が下がる。頻度はもう戻ったね。左右広告のゲームって、実際にあるんだよね。1個もやったことないけど、いや、マフィアみたいなゲームとか、なんか、お姫様救うゲームとかね、いろいろありますけど、最近あれを再現するゲームが流行ってるよね。これもその一種になると思うんだけど、ちゃんとゲーム性あるな。ちゃんとゲーム性が、ああ、終わった。買わせないんだね。再開。もうなんかメインメニューのスターでアップグレードもできるの。再開、まあ一回戻ってみるか。達成。あ、ボス倒すとかね。これお金をもらって、ストアで。ああ、矢のダメージとか頻度。ちょっと上げていけるんだね。地味に強化要素がある。もう一回だけやるか。矢あげたいよな。でもクールダウンいいね、剣の。剣は、どこで出るんだろう。横方向の速度か。あんまりなんか意味なそうだね。さあ、これは為替のやつだもんね。あ、剣の、あ、これで剣か。矢のダメージ。ダメージばっか上げていこうかな。あ、剣の数いいね。今食らったんだよな。この86が体力か。さっきかわす、あ、かわせるね。あいつは宝箱落とすからな。横方向の速度ってこの速度だよね。さあ、こいつ。残り15。あれはかわしちゃって倒しきれんな。これはいけるでしょ。鞘の数がとんでもない。いや、おら、あ、いったけど信じれなかった。209、これ強いのよ。ここ、鬼門すぎるんだけど。全然、ちょっと待って、もう一回行くか。そこを突破できないゲームになってる、ずっと。体力上げるか。おお、でも200、だいぶでかいな。剣の数、これが剣だよね。剣の方が大事なのか、矢なのか。これかなり重要だね。あの高校に剣なんてなかったはずだよ。どっ
事色強いですけどね。剣はこう数プラス2で分かるように使ったら消えてないか。なんかでペットペットとはペットあ出てきてました。おお噛みついてる。なんかいけそういけそうな気がする。やっぱでも剣ないな。リロード式じゃない。あれも今出てきたってことは時間なのかな。ワンちゃんが14ダメージか。よし、これ今無傷でいったね。何が良かったかな。これあれ数プラスが良かった気がするな。いよいよ剣のクールダウンが出てくる時間かかるから、あんまり剣が分かってない。数増やしてようやく分かりつつあるけど、これが出てくる時間か。元が分かんないからな。コパー下げたところで。おっと。よし。体力243プラス。あの数字分はダメージ食らうだけだから、体力かける2とかがあればね。剣の距離はまあいいか。剣はある時間の方が短いし。体力、あ、いいね。あれ超えたらめっちゃ楽じゃない？で、これを減らしてできる限りダメージをね。ちょっとこれ火力にしようかな。めっちゃの数えだけど。ダメージがだいぶ下がるからあんまり意味ないのかもしれない。上げていかないと。うわ、ああ、しまった。ビビっちゃった。うわ、やばいのいるな。減らせ減らせ。240まで減らせない。あれ、ここまで来て10コインなんだね。かなり苦しいな。あのドラゴンが次の鬼門なんだね。でもこれプラス100だいぶでかいから、あとは剣乗りスタートもできるのかな。まあこれすぐ取れるからいらないけど、まず体力だね。これでスタート予約になればめっちゃ楽でしょ。途中体力めっちゃ上げるか他に強化するかみたいな、もうその選択肢もあって、なるほど、ゲーム性が案外高いですね。